ギラついていた頃の吉田高生は2年秋の県予選で逆転負けした。4点差でリードしていた吉田は油断してましたね。このまま勝てると思ってました。守備の連携や指示も全然ダメでしたと語った。吉田は試合後取材を無視してバスに乗り込み、学校に戻ってから壁に穴を開けた。チームはミーティングを開き、選手同士で本音を言い合った。冬を迎え長靴を履いた。雪の坂道ダッシュでは吉田は周りから走りすぎじゃないかと言われた。吉田は冬合宿がきついって有名な高校があるじゃないですか、絶対俺らの方がきついと確信しましたと言った。夏の秋田大会の初戦、吉田は150キロを記録し、チームは勝ち進んで甲子園出場を決めた。甲子園で吉田たちに逆転負けしたチームの監督は不気味でしたよ、彼らは負けていてもずっと楽しそうだったんです、嫌な予感はしてましたと言った。